もうちょっとやめるか。あ、逆だ逆だ。あ、これが最低、最低の明るさ。ああ、こんばんは。え、めっちゃいい。やっぱ照明あるといいね。明るく、明るいですね。いい感じ。めっちゃ鼻息荒くない？鼻息荒くない私。あ、見て、キラキラつけてます。写真撮るために超軽いメイクしました。せっかくメイクしてるしと思ってこの時間に配信してます。私さ、昨日もおとどれも配信したかったけどできなかったんだよ。めっちゃする気満々でいたけどできなかった、間に合わなかった。あさってですね、ようやく。なんかいつもと顔違く見えない？メイク、なんだろう、あ、照明の鍵か解決、照明の鍵か、照明の力すごくない？ちょっと一回消してみましょうか、これちょっと試して、普段の明るさ。あ、でも別にこれでもね普通にいいけど、うわー全然違うね。やっぱ明かりって大切だなって思いますね白く見える、なんか顔が。え、ある方法がいいよね、やっぱり。すごい、こんばんは。7時だからお仕事終わったよって方も多いから。金曜日ですよね、しかも今日。お疲れ、ひとます、お疲れ様です。声、え、声めっちゃ声治ってない？ってか、え、そう、あ今日の朝とか、あ、今日の朝どうだったか分かんない。昨日もしっかり鼻声だったんですよ、ずっと治ってなくて。え、鼻声かな今も。あえ、でも割と治った昨日おとといは全然治ってなくてまだ鼻声だったんですよ割と治ったかも普通。え、わかんないね自分の声って。あこの前よりは割とマシになったか。こんな治んないもんだねと思いました。え、なんだろう、年20代になったからマジそういうことかな
の変わり目は気をつけないとです。声変わり、今になって声変わりか。いや、そうかもしれない。いい声になるかもしれない。高尾山登ったの人生初。高尾山とはって感じだったんですけどそれくらいのあれだったけど、でもね、ずっと前から高尾山登りたいねって話してて、ミサーとかってとかいつだっけな、あれちょっと前に行きました、一緒に。ミサーがインスタにね載せてます写真。まだあの日いっぱい写真撮ったので載せますねちょっと載せたい写真がありすぎて、私もうなんかもう選ぶ、まだ選べてないみたいな。高尾さんの写真もいっぱい撮ったので、もうちょっとずつ時効が来る前に載せたいと思います。イエーイ。あ、ロープウェイで登りました。ガンガンロープウェイ乗った全然歩いてない。でもさ、ロープウェイ登ってロープウェイ使っても、それでもあ結構歩くんだっていやな、山登り舐めてる人の発言ですけど、初山登りでした。ガンガン使ったよロープウェイ。登るの、いや大変ではない、全然。いや、わかんない、どうだろう、普通に坂、いい運動って感じ。すごく景色が綺麗でした、頂上からの。なんかリフトとかもあって、リフト乗りたいかったけど2人ずつしか乗れなくて諦めました。リフト乗りたいな次は。うん、でもとっても楽しかった。いっぱい食べました、いろいろ。なんかいろいろ売っててさ、団子とか、あとそれこそミスさんのインスタに載せてたそば食べました。あと何食べたか、なんかめっちゃ食べた気がするんだけど、あ、団子ね2回食べたの。なんとか団子となんとか団子食べたなんか2種類食べました。あとせんべいとか、いっぱい美味しそうなのものが売っててね、ちょこちょこ登りながら食べながらって感じでした。富士山登りたいですね。富士山って登れるもんなの？富士山水色白のイメージしかなさすぎて富士山登るっていう概念が全くないんだけど、すごい。何、富士山ね登ってみたいです。そう、紅葉の季節でちょうどとっても綺麗でした。すごく素敵だった。なんか自然に触れるっていいなと思いました。すごく癒されて、空気が美味しくて、また行きたいと思いました。一人でも行けそう、もう一度行ったから。山登り初でした、楽しかった。前髪伸びたな、切ろうかな。上に、いやそうでもない、ちょっと切るか。この微妙な長さが分かんない、切るか切らないか悩む。そう、団子いっぱい食べました。
何団子だったそば団子美味しかった。そば団子サボ団子、うん、こんばんは。そうお話し会行きます。やったー、お話し会待ってます。お話し会待ってます。12月12日だっけ12日だっけ、あの最強ベース鎌倉であるイベントはさっきツイートしたけど今出演します。イエーイ。8メンバー8人8人8人か8人で出ます。多分12月12日だよね、あれ12日だと思います。待ってます。嬉しい。12月も今年の12月もお忙しですよ皆さん。まだまだ今年は終わらないです。あ、そう、お話し会の次の日、じゃあ10、11がお話し会あって12がイベントってことだね。そういうことです。休みないですよ皆さん休みないっすよ。楽しんでいきましょう。12月もまだ11月だけど、でももう11月もう中旬ですよ。早いもので、あと半分くらい。半分もないくらいだよね。ね。5ヶ月、早すぎ。で、2月25日オンライン話会申し込みました。嬉しいですね。クリスマス、いいクリスマスにしましょう素敵なクリスマスにしましょう。あ、12日ですね、5時から鎌倉でお待ちしてます。鎌倉、鎌倉ですお待ちしてます。イエーイ。嬉しい。なります。あ、眠。昨日割と早く寝たんですけど眠。いつも眠いって。最近この6時くらいからすんごい眠くなる。なんか眠気が襲ってきます。来年のカレンダー買ってないです。買いましたか？早くね。カレンダーでも部屋に置かないタイプですよねめくってめくってカレンダーとかいつも言いながら、カ
レンダー部屋に置いてないんですよね私。買いました、早い早いね。幼い幼い、なんかやっぱ前髪作ると幼くなるみたいです。イエーイ。ストレートバツンでストレートだからかな、幼く見えるのか。カレンダーないんですよ。カレンダー買おうかな。絶対存在に忘れます、そのうち。なんか年賀状とかもさ、どんどんなんかお店とか出てきてさ、うわなんか近づいてきたなって思います。年越しというか今年もうすぐ終わるんだなって感じますよね。イエーイ。イエーイ。あ、途中経過の歌詞それな、カレンダー、そう、それ MC で話しました、この前、ついこの間、カレンダーめくるだけでっていう歌詞がねあって。私そこ歌ってないんだけど、この前サムネイル公演でみんながあってなって、私の方をこうやって指さしてさ、そういう話をしました。私はずっと密かに、おーカレンダーっていう歌詞あるやんって思ってた。イエーイ。イエーイ。みんなご飯食べました？夜ご飯。ね、金曜日、金曜日最高だね、金曜日の夜最高だね。二人変わってもらう。やばすぎる。いつもノリノリで踊ってます、あそこは。カレンダーって聞きながら、うん、なんかすごい素敵ですよね。いいキャッチフレーズだよね。今に、うん、あの時、当時初期の頃は本当に嫌だったんですよ。いや、あの本当になんだろう、苦手でキャッチフレーズやるのが、毎回やるのが嫌だなと思ってたんですけど、せっかくももちゃんが作ってくれて。すごい、何、慣れてないからさ、いやこういうのやるのかみたいな思いながらやってたんですよ。だけどとってもね、いいですよね。すごくみんな楽しく、みんないい、好きですってすごい言ってくれるから、このキャッチフレーズ、うん、今ではノリノリです。もうこのキャッチフレーズは一生変えないと思う。
分かんないけど素敵な、とってもいいですよね。うん、お見送りの時とか皆さんこうやってやってくれて。嬉しいです。すごいな。8時まで配信やります。8時に配信終わります。うん、なんか私今日は鼻息荒くないですか？意識しすぎ、気にしすぎかな。めっちゃストレートだよね今日、超綺麗。え、でもなんやっぱ髪さ伸びるとさ癖とかつきにくくなるのかな、まあ、今でも割とあるけどそれなりに綺麗。アイロンしてないけど今日。部屋、いや部屋、いや部屋、部屋暗いんか、そういうこともないと思うけど、この照明の力がすごいね、綺麗。ねえ伸びたよね。毎回髪伸びましたねって言ってる私、配信のたびに。すごい。見ました。嬉しい。来年の1月までは美容室行かない予定なんで。まだ伸びます。成人式ちょっと終わるまで美容室行かないって決めたので、まだもうちょっと伸びます。山登って筋肉痛なんなかったです。全くなんなかった。きつかったけどね、階段なんかさ、階段めっちゃきつい、階段きつかったらはぁはぁってなりな。うん、もう美容室に行ったら絶対にダメなのでダメなので1月まで行かないと決めました。振り袖決まってる、もちろんもう2年前くらいに決めました。2年前くらい、うん、え3年前いつ決めたっけ、高校2年生か3年生くらいの時に決めたんですよ。ほんと昔すごい昔決まってます、うん、楽しみ、成人式楽しみ。
成人式、うん、楽しみ楽しみ。振り袖着れてお友達に会えるってだけで嬉しいです。ったら切ります。成人式終わったらバッサリ切ります。どの程度か分かんないけどね。いっぱいあるんですよ。めっちゃもうベリーショートくらいもうすごい憧れあるから切りたいし、去年っていうか前してたボブ、去年バッサリ切った時くらいのボブにもしたいし、ウルフもしてみたいし、ちょっとやってみたい髪型がありすぎてまだ決まってないけど、バッサリ切る予定です。わかんない、すごいここまで伸ばしたからちょっと一時切らなくていいかなっていう、逆になっちゃうかもしれないし、でも長いとやっぱりねアレンジがいっぱいできるっていうのはあるんですけど、だけどね短いボブのね、ボブが好きなんですよ私、自分の髪型で。わかんないです、ここまでさ伸ばしたからさ1年くらいさ1年くらい美容室行かずに伸ばしたらさ切るのもったいないってなるかもしれないけど、逆にありえる。でも私秋ショーだからもう飽きたって言って切っちゃうかもしれないし、とりあえず成人式のために伸ばしてるから感じですね。なんですね。でもボブいやでもウルフもやってみたいし、でもボブの自分が一番好きだからボブにするかもしれない。わかんない、でも短いとやっぱアレンジができないから、髪型のアレンジそれだけですね。なんていうか楽だし好きなんだけどアレンジができない。今こんだけ伸ばすとやっぱもう本当にアレンジの幅が超増えたんですよ。本当に何でもできる。お団子2つもできちゃうんですかみたいな何でもできちゃうんですよ。だからねそれはやっぱ全然違いますね。髪型のアレンジの幅はすごい増える。こんなこともできちゃうのみたいな感動的。長いのやっぱいいですね。だから長いから別に長いと大変とは思わないんですけど、短いと楽だけど長いから大変とはなんなくって、いいんですけどね。でも短い方が好きっていうのは勝っちゃうみたいな。来年の足は前髪なし。私絶対前髪ありの方が良くないですか。前髪なしの方が好き。今のアーシャ本当に漏れてないんですよ本当に漏れてない、なんて漏れてない写真なんだと。でもあの時は髪型もなんかイマイチだったし、多分太ってたし、ちょっと本当に良くないですあれはね。あれマジで漏れてない、ビジュアル目です。早く撮り直してほしい早く新しいのに変えてほしいです。あれいつ撮っけな。いやまあね、あれもあれで素敵ですけど、本当にいい写真すごくねめっちゃいい、いいですけどね、うんあの時はそうだね、早く撮り直したいです。あの時よりは今美女いいと思うから早く新しいの人です。
あのあそこの期間がピンポイント、いやあの写真が本当に漏れてないんですよね。なんで、いやいろいろ、いや別に、いや写真は何ですかね、素敵なんですけど、髪型とか多分太ってたとかがいろいろ重なってあれでした。いや別にあれも撮っても素敵な写真なんですけど。すごいいい写真、いいよね、可愛いよね。あれも短、あんだけ短い写真のアーシャって初だからね、とても素敵な写真だけど、あの時その写真を見るたびに、あ絶対今の自分の方が可愛いやんって思うから、早く新しく撮り直したいなって思います。うん、そういうこと、絶対この時より今の方、えそれ、そうそうそう。あの写真も好きですけど、いや太ってたんですよね、あの時本当に。それが全て、あと髪型なんかね、うん、いや可愛い髪型だけど太ってた、太ってたのが悪い。それが全部悪いです。うん、そうだね、今撮りたい。いいよね。いいですよね。うん、髪ね、なんでこの話になったんだ。あでも前髪ね、悩みますね。今は前髪ある方がさ、しっくりくるからさ、落ち着く、もう落ち着いちゃう、前髪あるのに慣れると、あ落ち着くってなります。すごい前髪にめっちゃこだわりあるとかタイプでもないけど、超踊ったらくしゃくしゃなにしちゃうタイプ。わかんない、また夏が近づいて湿気で前髪やられるからって言って伸ばし始めるかもしれない。でも意外と前髪なし、そうね、どっちもいいですよね。どっちもいいですよね。今日もすっごい髪型の話してる。今日も髪型の話してるけど、今の私は前髪ある方が漏れる。超自分か、個人的に分かんないけど、そういう気がする、なんとなく。そう、夏、梅雨の時期とか近づくと前髪、やっぱ特に癖が、前髪すごいんですよ私。髪の毛の癖すごいから、前髪とかもうビャンビャンみたいになっちゃうかな、っていうから、こんな冬でも癖すごいくらいなんで、夏になったらもう大変なことになっちゃって、そうだからね、もうめんどくさいってなってまた伸ばし始めるかもしれない。今年の夏はそれでした。もう湿気にやられて前髪の癖がやばいからって言って伸ばしてけど、メンバーとかメイクさんとかにはね、前髪、私が似合う、まあ、うん、似合うって言われるんだけど、どっちもいいね、気分によって変えようと思います。イエイ、ね、静電気やばいよね。私静電気本当にすごい人間なんですよ。もうどこ行ってもバチ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 。今とかさ、ニット着てるからさ、
ずっと髪の毛触っててもうめっちゃ静電気やばってなってたところがちょうど、私ほんと小さい頃から静電気すごい人間すぎてめっちゃ人に迷惑かけちゃうバチバチみたい、どこ触ってもバチバチ、本当に乾燥ね、乾燥させないことが大事ですね、本当にね、静電気ね、もう42分、鼻息が、握手会でバチってなったことある、どうだろう、ありそう、全然覚えてないけどありそうだよね、ありそうですあるか覚えてないな、もし今後ね握手会でバチってなることがあったら本当に申し訳ないですすいません、その時は、うん、すごい照明の色を変えれる、今不意に思ったわ、超久しぶりにこの照明使ったからさ、オレンジなんか両方みたい、すごい青いね、白照明、これが一番いい、うん、すごい久しぶりに使いました、これいつぶりに出したかな、ほんとね、ごめんねって感じです、今まで眠らせてて、ペンライトじゃない、あ、なんか照明、配信用ライトみたいな照明、丸いやつ、リングライト、リングライト、前配信でずっと使ってたけど最近使って久しぶりに出したらめっちゃいい感じ、漏れる、ね、すごいですよね、リングライト熱くない、熱くないですよ、熱くないですよ、全然何にも感じない、いえいえ、みんな元気ですか、元気、みんな元気、みんな元気かい、あ、新しい生写真がそういえば今急に思い出した、あれ新しい生写真明日から、あのチェックのやつ、一緒チェック、前髪がないでしたね、ない私でしたね、ぜひぜひぜひ、
動いてる姿見て元気。イエーうわイエー明日配信できるかな。明日できるかな、わかんないな。明日忙しいことないな。できたらやります。そうだね、明日からお休みの方多いよね。糖水かんない、それは元気だ、それは元気ですね。うん、前髪なしです。髪がない、髪がない、髪がないです。うん、スクショタイムします。ちょっと判明とかの写真はちゃんと消しておいてもらって、バッチリ決めてるのだけ残しておいてください。なんかさっきからさ、ここの右人差し指の第一関節がすっごい痛くって、なんですかこれは。なんですかね、めっちゃここだけ痛いんですよ。折れてはないか。多分ひび入ってると思う。なんで、なんですかね。この第一関節だけすごい痛いんですよ。ここだけピンポイント。な、何？めっちゃさ、ひびとか入ってたら腫れますよね。なんかそう。あ、こうしてたら痛くないの？こうしたら痛い。ここにお医者さんはいますか？こうしたら痛くないんだ。こうやってさ、伸ばしたらめっちゃ痛いんだけど。なんで？なんかおかずれてる。なんですかね。こうやって生活し、でもさ、こうやって生活、めっちゃ痛いんだけど。骨がさ、第一関節だけ痛い。成長期ここ伸びてる今。やば、そうかもしれん、ちょっと指が伸びてるかもしれない。あ、え、なんですかね。まあそれだけです。じゃあこのポーズで第一関節痛いよポーズです。じゃーん、痛いです。寝たら治ったらいいな。今日はちょっと軽くですけどメイクしてるから ピースしかしない、本当に。
イベントどんな髪型にしようかな。一生ピース。イエイ。私のほっぺた柔らかいですよ。自慢。私のほっぺた柔らかいんですよ。ってよく、でもよく言われる。感動されますよく、ほっぺたが柔らかいって。イエーイ。こうしたらリクもできる。超不自然な笑いしたら。やばすぎる。作り物エクボ、もう小学生の頃エクボが欲しすぎて欲しすぎてずっとこうやって押してました。あのパルルさんのエクボが可愛すぎてずっとこうやってました。授業中とかこうやってやってました。こうしたらできるよみたいなさ聞いてさ、これ作ってた。ずっとできなかったけど、そんなわけねないよね。こんなんでエクボができたらいいですよね。全くできなかった。ずっと押してました。エクボできろーって思った。かわいいよね。なおちゃんそれでできたって言ってました。マジ？できた人いたやん。できた人いた。マジか。ちょっとじゃあ信じてやってみようかな。かわいいよね。今日の目はいっぱいキラキラをつけました。わかりますか、このキラキラ。すごい。伝わりますか。この見せ方やばい。伝わりますか、このキラキラ。もう照明つけてるからよりわかりやすい、ね、キラキラしてる。わかるかも。うん、キラキラです。
いや、このさ、ライトのおかげでめっちゃお肌綺麗に見える。すごい。終わるかな。8時になっちゃう。早い。1時間早い。皆さん、金曜日もお疲れ様でした。お疲れ。お疲れんこ。お疲れんこ。じゃあ、ランキングを最後に読んで終わります。13位ひでじろさん、ありがとうございます。12位ひがさん、ありがとうございます。11位トリオエジさん、ありがとうございます。10位まぼろしさん、ありがとうございます。9位バレットプルーフさん、ありがとうございます。8位あきふみさん、ありがとうございます。7位わさっぴさん、ありがとうございます。6位あまつかぜさん、ありがとうございます。5位コタンさん、ありがとうございます。4位ヤンミさん、ありがとうございます。3位関西英投資さん、ありがとうございます。2位ももかんさん、ありがとうございます。1位タートシさん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとう、ありがとう、ありがとう。お休みには早いかな、まだ。ありがとう。またね。じゃあね。ありがとうございました、今日も。おやすみなさい。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。